やらないか。イントゥーザグルーム。続きをやっていきます。前回ここのパズルのところでわけわかんなくなったんだよね。これわかったわ。地図になってんだ、ここの。上下逆になってるけど、これは地図だ。だからこう上から見ると、例えばこう右側塞がってるけど、まあ、こうやって右側を開通してやると、ほら、出てくる。こんな風にマップと、実際のこの通路が、ね、動くんだね、これ。対応して。で、こうやって、パズルを動かして、次の、まあ、多分つうか一回やったんだけど、ここが、ネクストステージの、道、場所。ちゅうわけなんで、まあ、こんな風に、どうしようかな。道を作ってあげるわけですよ。どうしようか。こんな風に。いや、もうちょい行こうか。ややこしいな、まったく。こうかな。惜しい。こんな感じかな。OK。これで、一応繋がったはずだ。右側には何もない。こっちは最終的にこう行き止まりになってるから。ほら。やっぱり上下逆の地図で合ってるんだ。ってことは、ここを左に行って直進したら行き止まり。ほら。ね、やっぱり。だから左行ってまっすぐ直進で OK。行ってみようか。ここか。ちょっと寄り道も。まあなんもないけどさ、幽霊出てきたり、変な赤い文字が出てきたりしかしてなかったから、まあ遠くにないんでしょう、なんも。あ、気持ち悪い。ここなぜか開かない。ちゅうわけで行きましょうか、ネクストエリア。さて、おん？ここは一体なんだ。なんか、虫が飛んでるような音がする。おう、回ってる。涼しいね。こっちは、うん、鍵が開かない。んー、じゃあ、あ、奥は、奥も開かないよね。ですよね。お、アクセスカードが必要。どこかでアクセスカードをゲットすればあの扉が開くかもしれない。ヘルプ、断る。ほんで、お、あ、血がついてる。こんなところに手跡が。なんでしょうね。おう。うん。彼は見ている。わ、彼は狩りをしている。やめねえよ。手跡。ちゃんと拭いときは汚ねえな。なんだこの椅子は。なんだ、ここには何もないん？うん。何もないのかね。これは地下へ続く階段でもなかった。あ、こうなってんだ。迷ったら右の法則。さて、どうしましょうかね。ここは何？ろうそくか。I feel safer. I don't know how longI'll be able to put up with this. 何言ってんのかわかんない。英語わかんない。なんでろうそくがあるんでしょうね。おう。うん。これは？パイプをはめ込む穴がある。なんか、パーツかなんかをここにはめ込む臭いですね。この部屋には何もなさそうだから、行きましょうか。こっちは今来た場所ではない。なんだこれ。ん、おおおお、びっくりした。もうなんだっけ。何かあるでしょう。ほら、 It is some kind of polisher。 ポリッシャーってあれか、磨く布みたいな。
ほらシルバーアクセサリーのポリッシュとかさ、何か磨くものなんでしょうね。アイテムどうやって見んだっけ、 F だっけ、タブだっけ、忘れた。まあいいや。あ、これかメダルポリッシャー、何か磨くんだよねきっと。こんで終わり、嘘やろ、何にも手がかりでつかめねえじゃん。はめ込むパイプも見つかんねえし、え、アクセスカードも見つかんないし、何これ、水漏れ。あ、これ迷うね、どっから来たっけ、ここか、これ戻っていいの、あ、いいんだ。ってことはまだこのエリアに何かある。ポリッシュ、メタルをポリッシュするもの、なんでしょうね、全くわかんないけど。お、なんだこれ、いい技、まだ、やつは殺人鬼だったのか。なんか知らんけどこれ鳥肌立つね、鳥肌が止まんないよ。え、怖い怖い。お、おおおおお、オンザマーズ、ハローサバイバー、 Sorry for this, I had to hide this item in the Mars before leaving. これはパイプか、ラスティバルブ、ようわからんな、バルブ、あ、あ、これで、さっきのピースをはめ込む、パイプをはめ込むところにこれをぶち込んでやるんじゃないのかな。ちょっと戻ってみるか、これで OK。 ああ、これ地味にめんどくせんだ、これ地味にめんどくせんだ。こんなんで OK、 左行ってまっすぐ OK、 余裕、左行ってまっすぐ行って、で右曲がってすぐ、はい、ゴール。これでさっきのパイプのところにはめ込めばまあ終わりなんじゃないのかね。あ、違う、お、あ、ここかマップわかんねえわ、どう、確か左じゃなかったっけな、パイプをはめ込む、違う、反対側だ。で、何が起こるのかわかんないけど、ここだよね。で、こうか。あ？ This bulb is too rusty to fit in. なんだ？こうか？お？お？これ、磨くの？これを。どうやってんだっけ？こうか、ポリッシュドバルブ、これでいいんじゃない。おお、ダン、水が溢れている。おおおおおおお、いいっすね、いいっすね。で、意外と結構単純、単純でもないか、あの迷路の中にキーアイテム隠すな、アホか、気づかねえわあんな。おはよう、いい男じゃないか。うん、悪くない。こっちは何？また下へ。なんだこれ、三段、三階層になってるのか。アイテムないの？あるやろ、どっか。ロッカーの中には何もない。あ、ベッド、お楽しみ部屋かな。よ、バイザーゴーツ、Who is doing this? 誰がこんなことやったんだ。アクセスカードかな、カードゲット。あー、BGM 怖、なんだこれ。
やめろ、呪いの儀式なんかやってんじゃねえかっていう感じの BGM だな。太鼓を飛ばしよう、気持ち悪いわ。アクセスカードをゲットしたから、これでさっきの扉を開けるんじゃないのかな。やめろ、うるせえうるせえうるせえ、キモキモとか本音が出たわ。え、で、なんだっけ、あれだ、アクセスカードを使って扉を開けて、もうおいとましよう、気持ち悪いから。あ、こっちか。ブロー君、こっちのドア壊れてんだ。じゃあ反対側のドアを使って、うん、開けよう。ビンゴ。これは、あ、レッドフラッグ。赤い旗の鍵。なんでしょうね。確か鍵を使える扉があったのどこだ。このエリアにはなかったはずだと思う。あ、こっちか、あれか。上がってすぐのとこか、もしかして。こう。ビンガ。おお、来た。まあ。おう、外じゃないか。一区切りですかね。ほんじゃ今回はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございます。高評価忘れずによろしくお願いします。コメントの方もすべて目を通させておりますので、何か残していってくれたらと思います。チャンネル登録がまだの方は下をクリック、またはチャンネルページの方からよろしくお願いします。それじゃあ、また。